中国共産党第18次全国代表大会は2012年11月8日から14日までの間北京で開催された中国共産党の全国代表大会である。略称は中共18代あるいは中共第18回党大会。大会のテーマは中国の特色ある社会主義の道に沿って揺るぎなく前進し、ややゆとりある社会の 全面的建設のために奮闘しようというものであった。この大会では、習近平らをはじめとする党の新指導部の主要メンバーが、党中央委員に選出された。第18次全国代表大会を主催運営する主要メンバーは、次の通りである。古今東高拓民語報告音下放化、経林理聴長に習近平理活強が国教習 栄光王強し王落仙王彫刻王岐山会、両玉竜騎竜雲山竜縁あずまり玄、牛王用張り、高来町徳栄ゆただし女最高格白王立法万里、強石主要霧髄髄関層平安氏健康離乱性素、傾光暮れ関世、羅漢半潮流元その助南幽霊計画王子、日本大会はご報告の司会で2012年11月8日午前9時に、 開幕し、古今東総書記が演壇に立ち政治活動報告が行われた。その中で古今東は第17期中央委員会の活動を12に分けて報告し、過去10年間の彼の総書記任期中の総括も言った。中共18代が開かれた北京人民大会堂を、過去5年間の活動中国の特色ある社会主義の新たな勝利を勝ち取ったこと。 ややゆとりある社会の全面的完成と改革開放の全面的進化の目標を推進したこと。社会主義と市場経済の体制を整備し、経済成長パターンの転換を加速させたこと。中国の特色ある社会主義政治発展の道を堅持し、政治体制改革を推進したこと。社会主義的文化的強国の建設を着実に推進したこと。 民生の改善と管理の革新における社会建設を強化したこと。環境保護文明の建設を力強く推進したこと国防と軍隊の現代化を加速させたこと。一国二制度の実践を拡充し、祖国統一を推進したこと。人類の平和と発展の崇高な事業を継続的に推進したこと。党建設の科学化水準を全面的に向上させたこと。 本大会最終日の11月14日に、党中央委員会委員の選挙が行われた。習近平、李克強らをはじめとする党中央委員会委員が選出された。他に、党中央委員候補、党中央規律検査委員会委員も合わせて選出された。なお本大会の閉会に伴って、引き続き中国共産党第18期中央委員会第1回総会が、 翌二2012年11月15日午前から開催された。ベトナム共産党、キューバ共産党、朝鮮労働党などの社会主義諸国の執権党、社民党、日本共産党、民主党、総価学会など各国から祝電が寄せられたが、台湾問題で対立してきた中国国民党の中央委員会が初めて祝電を打ち、一中全会で習近平が 中国共産党中央委員会総書記に選出されたことを中国国民党主席でもある馬英九大湾地区総統が国民党主席の名義で祝電を送ったのは異例であった。第18回党大会における保近党総書記の報告から人民も中国共産党党員数8260万人末端組織は402万から人民も 第18回党大会が、準備会に古近党同士が、主催から、人民網、朝鮮、ベトナム、ラオス、キューバの政権党が、第18回党大会開催に祝意を表明。人民網。http コロンスラッシュスラッシュ j.people.com。cn、94474。 8 0千八1 8 2 9 h t m l 2 0 1 6年9月6日閲覧。日本の政党、組織、第18回党大会に祝電。人民も、http コロンスラッシュスラッシュ j.people.com。cn 94,、94474、8012994HTML2016 年9月6日閲覧。 中国国民党中央委員会が中国共産党の党大会開催に祝電。人民も、http://j.people.com。cn94474 <ッ>。8011770。80 html2016 年9月6日閲覧。馬総統、習近平氏に、初祝電国民党主席名義で。中央通信社。 h t t p コロンススララッッシュ j a p a n c n a c o m テイラー・ワッツニュースエイレル2012億1115万8アスプックス2016年9月6日閲覧ありがとうございます